片淵真子の朗読堂千恵子の切り抜きへ千恵子賞より高村光太郎精神病者に簡単な趣向を進めるのはいいと聞いていたので千恵子が病院に入院して半年もたち 興奮がやや鎮静した頃私は千恵子の平常好きだった千代紙を持っていった千恵子は大変喜んでそれで千羽鶴を追った訪問するたびに部屋の天井から下がっている鶴の折り紙が増えて美しかったそのうち鶴のほかにも紙道路だとか その他の形のものが作られるようになり、なかなか衣装を凝らしたものがぶら下がっていた。するとある時、千恵子は訪問の私に一つの紙包みを渡して、見ろという風情であった。紙包みを開けると、中に色紙をハサミで切った模様風の美しい紙細工が大切そうにしまってあった それを見て私は驚いた。それが全く折り鶴から飛躍的に進んだ立派な芸術品であったからである私の簡単を見て千恵子は恥ずかしそうに笑ったりお辞儀をしたりしていたその頃は何でもそこらにある紙切れを手当たり次第に用いていたのであるが やがて色彩に対する要求が強くなったと見えて色紙を持ってきてくれというようになった私は早速丸の内の灰原へ行って子供が折り紙に使う色紙を幾しか買って送った千恵子の仕事がそれから始まった看護婦さんの言うところによると風邪をひいたり 熱を出したりした時以外は毎日仕事をするのだと言って朝から仕切りと切り紙細工をやっていたらしいハサミはマニキュアに使う小さな先端の曲がったハサミであるそのハサミ一丁を手にしてしばらく紙を見つめていてからあとはスラスラと切り抜いていくのだということである模様の類は紙を四つ折り または八つ折りにしておいて切り抜いてから紙を開くとそこにシンメトリーができるわけであるそういう模様になかなか面白いのがある初めは一枚の紙で一枚を作る単色のものであったが後にはだんだん色調の配合色量の均衡縁の比例などに微妙な神経が働いてきて 紙は一個のカンバスとなった。十二一絵における色重ねの美を見るように一枚の切り抜きをまた一枚別の色紙の上に貼り付けその色の調和や対象に妙味尽きないものができるようになったあるいは同色を重ねたりあるいは金字の色で構成したりあるいはハサミで線だけ切って切り抜かずに置いたり 色々の技巧を凝らしたこれの切り抜かずにおいてそれを別の紙の上に貼ったのは下の紙の色がちらちらと上の紙の線の間に見えて不加減の美を作る千恵子は食木のものを手当たり次第に題材にした食前が出るとその皿の上のものを紙で作らないうちは箸を取らずそのため食事が遅れて 看護婦さんを困らしたことも多かったらしい千数百枚に及ぶこれらの切り抜き絵はすべて千恵子の詩であり叙情であり基地であり生活記録でありこの世への愛の表明であるこれを私に見せる時の千恵子の恥ずかしそうな 嬉しそうな顔が忘れられない。最後までお聞きいただきありがとうございました。今回は、千恵子の切り抜き絵というですね、少し手記に近いものを朗読させていただきました。今までは詩の朗読をしていたんですけれども、こうやってこう作者本人が、 書いた詩とはまた少し違う,う飾り気のない文章っていうのを知ることでまた一つ詩を聞いていただくときに皆様の心が動く材料になれればいいなと思って朗読をいたしました知恵子賞がですね高村光太郎から妻知恵子への思いの詰まった作品になるんですけれども二人の人生は決して 幸せなだけで幕を閉じたわけではなくて千恵子の切り抜き絵の中でもあったように妻千恵子は精神の病に侵されて長く苦しい闘病生活を送って最終的には二人は死別してしまうという少し悲しい側面も二人の人生の中にはありました。だからこそ残された死の 暖かさだったりみずみずしさだったりっていうのがすごく響くなーって私は思ったので皆さんにシェアしたいなと思ってこういう部分も朗読しました私はこの千恵子の切り抜き絵のですね最後の一文千数百枚に及ぶこれらの切り抜き絵は全て千恵子の詩であり叙情であり 基地であり、生活記録であり。この世への愛の表明である。なんて美しい感性なんだろうと思って。本当に感動してしまいました。なんか、まあ、私もね、あの、曲がりなりとも表現のお仕事をさせていただいているので。私も作品を作る上で、愛っていうのを大事にしたいなって思ってるんですけど。 この一文って千恵子の作品を受け取った筆者がこれは愛の表明なんだなってこの切り抜き絵を見て思うんですよねきっと千恵子の闘病生活の中で本当に大変なことってたくさんあったと思うんですよもしかしたらこう出会った頃の千恵子とは少しずつ変わっていってしまうかもしれないしそういう 部分もあるにもかかわらずその切り抜きを受け取った時にこれは千恵子へのこの世への愛の表れなんだなってなんて優しいなんて美しい切ない一分なんだろうなと思ってもうこの一文に私はたまらなく感動をいたしましたなんかもう私もそういうふうに生きよう <laughs> 思いました私の作品もこの世への愛の表明であってほしいし受け取ってくださる皆さんにもそういう風に受け取っていただけるような人間になりたいなって <laughs> すごくすごく思いましたここからですねこう千恵子賞の中でも明るいだけではない部分、まあ、最終的にこう高村光太郎がこの世に残されてしまうので 見送った側のそういう悲しい側面っていうのも作品朗読でね。アップしていきたいなと思っております。でも、そういう。あったかい。側面も悲しい側面も。両方とも高村光太郎からこう。智恵子への愛の表れなんだなっていう風に。私はこの千恵子の切り抜き絵を見て思ったので。 ぜひ皆様にもそう感じていただけるきっかけになれればなと思ってこの「千恵子の切り抜き」へ朗読をさせていただきましたこれからも千恵子賞の美しい詩というのも朗読させていただきますしまた季節も変わってきたのでいろんな詩も朗読していきたいなと思いますついに差し掛かるのでこう気圧だったりねいろんな変化で皆様も心の変化 いいっぱいあると思うんですけど是非この朗読堂に足を運ぶ指を運んでいただいて少しでもそういう憂鬱なこれからの季節もお家で楽しく過ごしていただけるような場所になれればなと思いますこの動画が少しでも楽しかったり知恵故障ってこういう感じなんだなと思っていただけましたらいいねボタンだったり チャンネル登録だったりしていただけますと幸いです。また、もしよければ朗読してほしい作品とかあったら、あのコメントでお待ちしております。皆さんがどういう作品に興味があるのかっていうのも知りたいなとかちょっと思っちゃったりするので、ぜひそうしたコメントもお待ちしております。ということで、最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画で お会いしましょう。じゃあね。